40。すごいな。何でもできちゃう。いや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 。おかしいよ。デジャブデジャブ。これでもう負けないでしょ。よし。どんなに保存状態が良くても CD の寿命は約50年どうもー始まりましたゴージャス動画でございます。私がゴージャスでーす。アシスタントははい、さゆりんでーす。さゆりん、そして本日もゲストが来ております。ゲストの仮面女子の G カップアイドル神谷絵里奈でーす。おー、あ、飛んのかい。やっぱり飛んないのかなと思ったら飛んだね。そして候補生の候補生の今宮もなかです。はい、候補生の候補生のって悲しくなってくるからこんなのねえ、ありがとうございます。今回もお二人が来てくれてるっていうことはクラゲそう戦艦帝国よいしょいやー、戦艦帝国前回ね、うん、私たちバリバリ戦って強くなりましてね。で、初めてのね、負けがあって。負けがあって強く、うん、これはね、やっぱ、うん、マストですよ、絶対。そう、そこの壁がね、壁がね、楽しいんですよ。さあ、もうこれからどんどんね、強くなっていく私たちなんですけどもね、うん、今日は何やるか楽しみですね。そう、はい、あのね、はい、あの、いろいろとレベルが上がらないと、うん、はい、見れなかったところがあったよね。そうですね、ありましたね。うん。うん、今回ね、はい、またね、特別なね、うん、端末をね、ご用意していただいたんでね。ちょっと待ってください。ってことは今までの私たちの戦いはね、経験値は水の泡で戦っちゃう。うん、一回クリア。いや、でもね、逆に考えて強い艦隊でボコボコにできるっていうのをね、一回体感しておいた方がいいかもしれない。そうですね、ポジティブに。ポジティブにね、うん、で、好きな戦艦が出るかもしれないからね。そうですね、もう出てしまったんですけど、さっきも最上です。あ、まあもうあれが、あれがそうなんです。あ、じゃあもうなんかクールダウンな感じで。ちょっともう落ち着いてきた、ね、落ち着いた感じ。これからなのね。これからですよ。はい、はい、それでは早速画面の方行ってみましょう。こちらです。ダウン。はい、それでは早速ゴリゴリに鍛えられたやつでやってみたいと思います。うん、うん、ポチッとヤマトスタート。さあどれだけ鍛えられてますかね。40 40、すごいな。何でもできちゃう。名前もちゃんと設定されてる。あ、ちゃんとゴージャスにしてもらって。あれ、仮面は仮面ゴージャスじゃなくなりましたけどね。そうですね、うん、まさか仮面ってつけると思ってなかったですよね。でも心は仮面のままで、うん、心はね、じゃあ、はい、じゃあ前、うん、開かなかった技術センターとか見てみます一回。あ、ね、そうですね、はい、見てみましょう。技術センター、あ、こういうのがレベルアップできるのが技術センター。細かいその中身の部分とか。はいはいはい。そうですね。機体役とかね、うんうん。はい。そして、あとは司令部。うん。司令部あえてたね。うんうん、いけたね、最終的にいけた。軍団。軍団、そう、見てない。軍団。うん、ヘロクレロ。そういう、たけし軍団ですね。ね。面白い？エリナちゃんは真顔だった。いいね、まだ若いからかな。さあ、はい、これで軍引き譜とか、軍団戦とかいろいろメンバー、あ、こういうね、権限がないだろう。権限がない本当になんかあれだね、なんか軍の組織的な感じが。あ、これは権限のやつだ。はい、はい、打権争い。はい、覇権争いもこちら見てみましょうね。はい、おお、おー、海賊の財宝、残り6回。あ、残り6回。うーん、これは何ですか。これ何回も行くってことですか。回数は限られてまして、例えば、はい、アリーナのところもう少し行きたり、はい、アリーナのところはユーザーさんの間で戦いが、はい、それは楽しい。クイズとかあるんだね。クイズ、これ、ね、いけるじゃん。大量の金貨を手に入れることができます。うんうん。本当だ。七部会だ。わ、すごい。ワンのピースみたいなね。言っちゃったよ。いや、言ってないでしょ。ワンのピースって言ったでしょ。濁したでしょ。偉いでしょ。はい。さあ、そんな感じで。さあ、そんな感じでね。はい。とりあえず戦いたい。ね。いいですか。さあ、今回は、はい、なんとですね。ヤマトを使って通常ステージをプレイしていただきます。戦艦ヤマト、うん、
宇宙戦艦のモチーフになった。はい。ヤマトは、ヤマトはどんなとこ、ナイツなの？戦艦で、うん、まあ、戦艦の一番派手なんですけど。派手、うん、はい。ちょっとごちゃごちゃしてますよね。ごちゃごちゃ。強いの？強いです。強いですけど、まあ、沈んじゃいましたけど、うんうん。沈んじゃったの？強いです。強いの？強いです。沈んじゃったんでしょ？あ、そんなに好きじゃない戦艦なんですか？そうです。そうなんだ。いや、そうです。なんか乗るんです、これ僕が。今から私がやるんですよ。強いのが好きですね。強いのが好き。はい、いや、じゃあ強いとこ見せてね。はい。そのまま。うん、これさせてあげるよ。そう、どっから、この間の続きのステージがちょうど、はい、やられたステージがやりやすいんですか？もうヤマトになってるんですか、これ？そうですね、一度あのヤマトが入ってることを、はい、確認しましょう。はい、一回バツ戻っていただいてまして、で、陣容の中に陣容からで、陣容の中に、おー、なんかすごい、何これ。今これヤマトだよね。これヤマト、すごい。詳細をクリックしていただいて、詳細、はい、もう一回このヤマトの左の図をクリックしていただきまして、すごい、かっこいい、何これ、すごい、宇宙戦艦みたいなことになってね。すごい、すごい。下までクリックを上げまして、下の方ですね。おお、すごい、すごい、はい、下の方にスクロール、下の方に行くと、うん、いいの、別の効果、概要、あ、へぇー、ね、排水量世界一の戦艦として知られるんですね。へぇー、うーん、はい、はい、じゃあこれで、通常ステージをプレイしてみましょう、はい、うん、絶対強いでしょう、うん、強そう、めっちゃ大きい。さあ、じゃあ行きましょう。もう、はい、あ、オーストラリアの方にまで行っちゃったんですね、これ、ね、まで行くともうね、敵も強そうですよね。強そう。レキシントン。さあ、実在したんですね。レキシントン。いきましょう。わかる。わー、したい。すごい。夢にまで見た。おお。威力強い。いやいやいや。いや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 。おかしいよ。いや、デジャブ、デジャブ、デジャブ。一番最初のやつのデジャブ。一番最初のやつのやつ。一番最初のやつ。なんだよこれ。沈んだー。エネルギー実感できない。見たことあるよこの絵。いや、ガッチガチに固めてるじゃないのこれ。沈んだー。さあさあ、何何、どうしたのこれ、どういうこと。レベルアップしましょう。レベルアップしない、はい、あ、本当に普通にひよこのまま旅立たせちゃった感じ。そうですね、はい、そうか、育てて戦艦は全部飛びましたが、まだレベルが上がっています。そういうこと。いやいやいや、すげえ。一撃でボコボコにされてましたよこれ。いや、デジャブ、デジャブと思ってめっちゃ興奮したのにね。うん、それぞれの、戦艦のレベルと、うん、パーツのレベルも上げていくと。はい、じゃあまずヤマト、もう強くしましょう、レベルアップ、うん、来た。これ自動もう使えるのかな。使えるかな、やってみて。いっていいですか。はい、行きましょう。自動レベルアップ。おお、おお、レベル41。いや、1しか上がってないよ。え、ちょっと大丈夫かな。他の戦艦のところを見てみましょう。他の、あ、船を全部上げなきゃいけないんです。そうですね、この青のところを見て、あ、これまだレベルが低いですね。お、上のパーツを見ていただければ。これモナカちゃんが好きな最上型です ね、 ね。お、はい、ソウリュウ。おー、最上型の中ではちょっと最上とは形がなんか作られた時期が2つに分かれてるんです。おー、そうなんだ。分かった、分かった。はい、上限、はい、あとパーツのところですね。で、上の上、パーツのところです。パーツをタップする。あ、こっちの上ね。あー、そうです。はい、の上のパーツをタップする。これをレベルアップですね。自動レベルアップ。124とかですよね。うん、すごい。はいはい、お、行きました、行きました。最高レベル、これで強い。いきなり123まで行きました。おお、上がった、グーンと。うん、他もこれも、これもレベルアップ。うん、行きましょう。これもレベルアップ。あ、すごい、来た、一気に。おいおい、今まで何だったんだ俺は。レベル1から自動レベルアップ。おお、まで釣つり上がっていくぞ。いや、これ端末変えた時にここまでしといてくださいよね。これも見ながらね、
やっていくんですよ。いやだとしてもですよ、だとしても最初なんで戦わせに行かせたの、ね、それはまずは敗北を知ってからの勝利の方が、ね、喜びがあるだろ。確かにそうだ。いやもう騙さ、みんな騙されてるよ、もうすぐダメだよ。そんなことないよ、みんな苦しみがあって喜びがあるだろ。みんなより人生経験が豊富なんだ、クラゲは。そうだな、年齢的にな、うん、そうだよ、うん、さあ、どんどんレベルアップして、うん、これも1か、うん、ぐんと来た、ほら、ここまでいっぱいレベルアップできるの気持ちいいですね。ね、うん、もう負けるはずがないよね。ないね、これ、うん、負けないと思う、ね、圧倒的な力でねじ伏せようよ、もう、うん、力ってそういうもんだから。きたね、エンジンも。力って。力ってそういうもんなんだ。みんなでよ、もう一回やってみよう。力って。力って。そういうもんなんだよ。息合ってないよ。圧倒的な力で。圧倒的な力で。ねじ伏せてやる。ね、さあ、これも自動レベルアップ。ね、もうちょっと相当硬くなったね、今ね。うん、もう。うん、レーダー。もういろんなとこ拾うようになったね。いやもう、うん、これやることによってでもどのぐらい強くなるかまだちょっと俺もなんか信憑性が、うん、ただレベル1とかがね120ぐらい上がってるもんね。 それがほとんどの戦隊に、うん、戦艦に。あ、何も積んでる、ワンタッチで搭載かな。スカロライナ級、ね、聞いたことあるぞ。ゴージャス、ワンタッチ搭載、ワンタッチ搭載。あ、来たよ。一気に上がってる、一気に上がってる。 あ、これ便利。次やりましょう、これ、ワンタッチ。これ本来なら本当は1ずつレベル上げていくものなんですよね。そうです、本来はね、うんうんうん、それを今回特別な端末なんでね、別な一気にレベルを上げて、力で、うん、リベンジを図ろうと。すごいよね、すごい、ものすごいレベル上がってるね、相当すごいことになってるやつです。もうこの状態でここまで来た人すごい強いですよね。いやもうかなりやり込まないとここまではできないでしょう。ね、ね、うん、それはすごい。結構厳しい戦いを乗り越えてきた人だと思う、うん、なんでレベル上げなかったんだろうって。だからいろいろねこう説明しながらだからさ、あ、そう、ね、ここまで読んでたんだきっと。我々のために残した。そうだよ。あ、うん、初めてやる人たちもね、見てるから。いけるかな、これで。よし、行ってみようか、うん、これでもう負けないでしょ。よし、よし、見せてやるよ、俺の本当の力。さっきまでの時間が何だったのか。行こう、はい、オーストラリア歴史トンリベンジ、リベンジ、リベンジ。さあ、征服しましょう。楽勝でしょ、これで。これいけるよ、これ。あれ、嘘でしょ。1、2、ちょっとちょっと、どうしよう。1、敵当たってる。大丈夫、大丈夫、帰っちゃう。大丈夫だよ、これ1しか当たっていません。おかしいよ、大丈夫だよ。終了、なんで、なんでよ、なんでだ。火力、今までの時間、本当に何だったの、何だったの。これ、サフさん、どういうことですか、これ。ですね、実はその、パーツ以外に、効力、この力をまず、その改造しなきゃいけないんですよね。ほうほう、レベルアップ以外に、はい、はい、ちょっとちなみにどうやってやるんですか。うん、閉じて、ただ早く言ってよって思いますもんね。なぜ戦わせに。これ気持ちいいよ、これ、うん、次は勝てるんだな。テンション上がってたのに。陣容のところに戻って、陣容に戻って、で陣容、陣容、はい、うん、違う、不動じゃない、陣容、陣容、陣容、どうだっけ、下、下、あ、こっちか、はい、おじいちゃん下の方ですね。さっきも触ってたじゃない、大砲、はい、大砲、あ、こちらの下、下の、はい、大砲、大砲、ここでレベルアップをしていた、自動レベルアップ、ほう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 。先ほど、戦いの中で1とか2とか出ました、はい、ここなんですよね、ここの攻撃を強くすれば、何万とかで、全巻、要は、うん、装備してるもののレベルは上がったけど、うん、下の攻撃とか防御とか、うん、乱射のレベルが上がってなかったと。あ、ね、じゃあ豆腐のままいったってことですね。そうだね、柔らかかったんだね。そりゃ1万食らう、うん、
ちょっと待って、どういうことですか、何これ、何これ、なんで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 、あ、でも熟練度は増えていってるから、うん、どんどんこう失敗しなくなるはず、そう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 ですよね、どういう成功ですね、そうそうそう、あ、成功、うんうん、結果ね、結果、結果ね、結果だから、うん、勝ってました、本当に過程はいらない、本当に勝ってました、結果だけ失敗を繰り返してね、内心ドキドキしてたんじゃないですか、いや、してない、見透かすんじゃないよ36歳だぞ、こっちはこれは、これはどんだけだと思ってんの、これはもう、ね、OK、宇宙海賊とかって言ったらね、何億歳とかってね、そう、そんなイメージがあるんですね、違う違う違う、設定があるかと思います、違う違う、うん、寿命が5億歳まである、あ、そうまだ赤ちゃん、バブーこれからです、ね、さあ、これからですね、はい、まだ生きる、さあ、どんどん、これもはい、じゃんじゃんやってください、じゃんじゃんやらないとね、うん、ここら辺は上げちゃうんですね、その辺も攻撃力上げちゃっていいんですよね、何でも上げちゃっていいんですか、そうだよ、はい、全部上げなくていいですか、全部上げていいぐらいですよね、うん、いや失敗多いな、なんで失敗って実すごい気になるんですよ、家庭家庭家庭、そう、失敗を繰り返して熟練度が増えるんですよ、はい、本当にオーディションは落ちるためにある、それは肝に銘じてやっていくとね、傷つかないですうん、最初から ね最低ラインを考えて、ね、で、これでまた下の全部行くんじゃん、うん、いっちゃいなよ、熟練度ばっかだな、上がるのがうんうん、成功することあるのか、レベルアップが、うん、最後らへんだと、まあ、そうだね、本来これは一戦一戦戦って、うん、こう、溜まったポイントでこうやってレベル上げしていく、ね、わけであって、はい、今特別にね、急ピッチでやらせてもらってるだけですからね、はい、こんなすごいことはないんですよ、もう、そうですよ、まずありがたいですね、そうですよ、プレイしてる方から撮ったらこれすっげえな、いいな、いいなって感じですよ、うん、このモガミなんですけど、はい、ちょっとちなんでいいですか、ちなんでいいよ、ちなむと、うん、モガミはあの準巡洋艦なんですけど、うん、準巡洋艦の中ではちっちゃいものなんですよ、もともとそのロンドン海軍、うん、軍縮条約で、うん、あの軽巡洋艦から始まったんで、うん、準巡洋艦にしては小さめなんです、うんうんうん、でも軽巡洋艦にしたらもともと大きめで、うん、でも名前だけは軽巡洋艦だったっていう、へー、なんでだろう、あの、うん、条約に引っかからないためだけだったんで、そこをすり抜けるために、そうなんです、なるほど、考えたな、お母さんの人、おかしい、何のそのテンション、いや詳しいとやっぱ嬉しい、結構レベルアップしたんですが、うん、こう今のところ2戦いってさっきのところ勝てなかったじゃない、うん、そうですね、でもまあね、うん、しょうがない、ね、あの判断下しまして、はい、次行っても多分勝てません、勝てないの、そうなんだ、相当強いです、いや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 、でこれからまたレベルアップするにも時間がかかるので、はい、ただひょっとしたら勝てるんじゃないかってところにこれから行ってもらいたいなと思ってます、おお、その方がいい、はい、じゃあ戦役で、戦役で、はい、でどこ行きましょうか、戦役で、戦役、はい、第5章の、左の方を、左、左にスクロール、左スクロール、スクロール、じゃあ戦役で左にスクロール、お、第5章まで行っていただきまして、はい、5章、今9章、戻っていただく、だいぶ戻るがあった、ね、すごい、結構長い道のりだったんだね、世界が、世界地図だ、はい、はい、こちら、おスウェーデンとかユトランド、ユトランド海ですね、ユトランド海、カイザー号ですね、カイザー号、カイザー号だ、はい、カイザーかっこいいな、さあここだったらひょっとしたら勝てるかもみたいな、はい、見せてやりましょう、はい、行ってみましょう、勝ちたい、勝ちたい、うん、これ制服、最高、もうね、負けで終われないんですよ、そう、いけ、いけられない、ほら、いけるんじゃないか、これは、おうん、こっちよりも向こうの方がダメージ、いい、いい、まずは、まずは一体、まず一体、オッケー、すごいね、1934型って、ああ、あの、かっこいい、やっぱドイツが、ああ、かっこいいですね、ドイツがね、かっこいい、ああ、いや、でも、押してるオッケー、勝てる勝てる、すげー、おー、おー、いやー、いけ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 る、勝てる勝てる勝てる、悟った、勝てる、あ、もうこれはいけるでしょ、もう勝てるでしょ、これはね、いけるよ、
カイザーゴ。おー、おしゃれ。いやー、一時はどんなことかと思ったけど、なんとか勝てましたね、これ。いやー、はい、はい、という感じでやってまいりましたけども、はい、まあね、今回も、ユーザーの皆さんに特典がございますのでね、はい、ぜひ皆さんゲットしてくださーい。こちらから、はい、森崎さん、はい、ということで、どうでしたか、今日は。いやー、うん、もうね、私でいいですか。いいよ、いいよ。いや、もう最後にね、なんか、うん、途中のボコボコはもう忘れましょう。そうだね、2回負けたけど、編集で1回になってると思うそこはね、忘れて、はい、最後勝てたんで、やっぱり勝てたんでね、勝つのは気持ちいいね。いいね、ちょっと危ないかなと思ったけど、だ、うん、まあ、いい勝負だったと思う。うん、うん、はい、ありがとうございます。ほのかちゃんは？もう今回はもうヤマトが出てきて、うん、もうヤマトが一番メインの、うん、戦艦の中ではメインだと思う。メイン、うん、でもほのかちゃんの中でメインじゃないでしょ。メインはやっぱりもう永遠のモガミちゃん。なんなの、うん、今日の使えなかったんだけど、ダメだったのか。モガミちゃんはちょっとすぐに、まあ、まあね、また次回ね、胸キュンするように、はい、うん、ということで、はい、いやあれ、なんか落ちてる。え、なんか落ちてるよ、なんか落ちてるよ。あれ、こんなところに水着仮面が。何ですか、水着仮面って。うん、仮面女子の初の水着写真集です、皆さん。水着仮面、ぜひ絶賛発売中ですので、見てください。でも、お高いんでしょ。いやいや、そんなことないんですよ。なんと、安い。ぜひお求めください。はい、はい、あといろんな情報もこちらの、はい、はい、ということで、朝よりも聞いておくから、どうだった。もういいです、もういい、もういいの、いいの、いいの、テンションもおかしいからよ。はい、ということで、戦艦帝国、皆さんもダウンロードしてみてはいかがでしょうか。はい、はい、本日はここまで、また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。あー、かっこよかった。どこが、船が、船、ドイツの船。あんまり深くないね、やっぱね。ここ3人である、深くないね、やっぱね。見た目しかわかんないな。見た目でね、フォルム、フォルムだね。そう、フォルムだけ覚えました。フォルムだけ。うん。はい、いつの間に持ってたの、そんなの。何をおっしゃるんですか、ジーカ、ちょっと、邪魔。私たちが出たんですよ。うわー、サイトスペン。すごーい。いや、ゲームマーケットがお送りするゲームバラエティ動画チャンネル、ゴージャス動画。ぜひ皆さん、チャンネル登録、レボリューション、いいねボタンも、クリッククリック、アーカイブも、チェックチェック、それ、ここ、チャンネル登録は8000。